スノーマンの佐久間大介31が7日放送のフジテレビポカポ月金曜前11.50にゲスト出演今年のコミックマーケットでアニメグッズに費やした金額を明らしたジャニーズ1のアニメオタクを自負する貴様は自宅にフィギュアやアクリルスタンなど大量のアニメグッズをコレクションしている そんな佐久間にアニメグッズ枠開始るっぽいと質問が寄せられ自信満々にの札をゲタ。佐久間は生活費で一番アニメグッズが買ってますねと明かし、やっぱり今年コミケ貸せてもらいまして、そこ行って財布の日も見まくっちゃって今年は正直20万円分使いまた、1日でとグッズに20万円を費やしたと告白し、番組では その際に購入したグッズの写真も、会の戦利品なんですと紹介。中でも、ゆゆしきと、うアニメが大好きといい、ゆゆしきがめっちゃ好きで、グッズは全部コンプリートして買う、決めてるんです。オタク友達が悩んだら、絶対、えってと語った。